松井和夫監督、休養。西武が松井和夫監督、48。が26日のオリックス戦、ベルーナドーム、を最後に休養に入ることがこの日、わかった、渡辺久信 GM、58。が監督代行を務める。てか渡辺旧監督を敵として見なきゃいけないのかよ、しんどいな。あの時の西武嫌なイメージしかないんだよな。今年一番の衝撃、鍋球がもう一度監督に復帰するとは。お前が原因渡辺久信。なんでなん、なんでなん。え、これはかわいそうすぎないか。あの戦力で勝てん方が無理難題でしょ。また偽赤がツイートしてんのかと思ったらガチでくさ。マジかよ。てか、代行が GM ってどうなるんだよ一体。うわあ、マジか、ゆっくり休んでください。三浦大輔も続いてくれ。マジかよ、あのチーム状況じゃ厳しいものもあるよな。それで責任取れだのなんだの言われんだからかわいそうだわ。ゆっくり休んでください。松井が2年目で休養すんのになんで高津は休養せんの。松井和夫が休養できて立浪が休養できない理由。あら、和夫のせいだけじゃないんだけどね。巡り合わせが悪すぎたよな。松井監督まだこれからでしょ。監督代行、平石じゃなくて渡辺なのが草。ご視聴ありがとうございました。